皆さん、こんにちは。今回の動画は、埼玉県の、嵐山町に、来ております。今回は、嵐山の、魅力をちょっと、伝えたいと思いまして、この撮影に臨んでおります。嵐山といえば、これから、まあ、後で行きます、嵐山、渓流、何でしたっけ、はい、綺麗な、川が、流れておりまして、そこに多分今の時期は、紅葉がとても綺麗だと思いますので、ちょっと行ってみたいと思っております。その前にまず、寄ってみたのが、嵐山の歴史的な、場所といえば、ここであろうということでやってまいりました。木曽義仲の、平安時代に、平家とかを、打倒するときに、頼朝と、ほぼ同時期に、挙兵した、木曽義仲の、生まれた地でございます。このお寺が、そうなんですよね。ここで、この嵐山町で生まれたと言われております。ここのお寺は、半慶寺というお寺でございまして、ここのお寺にあります、産湯で、木曽義仲は、最初に、洗ったそうでございます。生まれた時にですね。木曽義仲の、お父さんというのは、源の、義方と言いまして、結構源氏の、嫡流の、次男でありまして、結構生まれがいいんでございますが、そのお兄さんに、責められて、ここで、自害したというわけでございますね。ここでっていうか、嵐山で。その時に、義仲は、うまいこと、逃げ出したというか、逃がしてもらって、信州長野の、木曽の地で、成長したということでございます。先ほどの、嵐渓寺を産湯を使った、木曽義仲が産湯を使った場所と、言いましたが、正しくは、こちらの、今から行きます、鎌形八幡宮という、神社の境内の中にある、井戸だそうでございます。井戸っていうか、そこでやったそうでございます。なんか私はいつもなんか源氏の歴史とかを、そういう本とかを読んでいていつも思うんですけれども、なんか源氏って結構平氏と比べても、なんていうか、源氏の方がなんか実際なんかいいイメージを持たれている方も結構多いかもしれませんけれども、なんかいまいち源氏ってなんか親族間でよく争ってるんですよね。なんか、親族間で本当に殺し合ったりとか、真面目にやってるんで、結構、怖いなっていう、率直な感想を私は持っております。結構平氏の方が私は好きですね。なんか昔は源氏の方が好きでしたけど、平氏の方がなんかもっと、なんて言いますか、貿易にも明るかったりとか、そういうところが結構好感を持てますし、源氏は意外と、なんかあんまり好きじゃないんですよね、私は。なんかどれが木曽義仲の、体を洗った、産湯かちょっとわからなくて、何も書いてないんですよね、なんかそういうことは。まさかこの、手水のこの水だということではないと思うんですけれども、どうなんでしょうかね、なんか。関東の地には、昔の、鎌倉街道の、跡が、たくさん残っております。この嵐山町にも、一本、上積道という、昔の、道が残っておりまして、多分どうなんですか、この辺の私の地元の方にも、ちゃんとあるんですよね、鎌倉街道の昔の、そういうところが。で、なんかそういうなんか街道筋にはなんか古墳が結構多くて、なんか関係があるんですかね、多分鎌倉街道、が作られる、以前より昔からなんかそこら辺は結構重要な道だったとか、そういうことが関係してるんではないでしょうか。
さっき嵐山には、嵐山渓流というのがあると言いましたが、正しくは、嵐山渓谷と、言います。まあ、そんなことは、まあ、どうでも、本当はいいですけれども、今、後ろに、見えておりますかね。川が、綺麗な川が流れてるんですけども、そこが、ちょうど二つの川が、合流する場所になっておりまして、もっと、上流に行くと、嵐山、渓谷と呼ばれるような、場所になります。でも、私は、なんか、この景色が本当に、好きで、なんか、武蔵野って感じがしますよね。武蔵の国。だだっ広い、平野の先に、まあ、山が、どん詰まりにあるという、そういうような、私にとってはおなじみの風景なんですけれども、とても、美しいと思います。これが多分一番素晴らしい景色なんじゃないでしょうかね。いや、いい景色ですね、これは。いや、いいなぁ。秋の紅葉も、とてもいいんですけれども、今見えている、木は、桜の木でございまして、このときがわ、沿いの、桜っていうのは、ほんとまた、それもまた絶品なんでございます。なんか、ススキも、咲いていますね。咲いてるっていうか、ま、なんかありますね。ちょっとなんか時期が、違うんじゃないでしょうかね。でもまあ、これまた、いい景色でございます。いや、本当に、こんな、素晴らしい景色の場所で、のんびり散歩なんていうのも、いいんじゃないでしょうか。いや、この、少しこの川の、上流を行きますと、バーベキュー場がありまして、さっき結構、車で通りかかったんですけれども、結構、やってる人結構いましたね。それと多分電車かなんかで、来た、ハイキングの、方たちも結構、いまして、結構賑わっておりました。嵐山渓谷ってのはもっと、先の上流の方にありまして、そこは本当に川幅も狭くて、その狭い川幅の、両脇に、紅葉が、なってるというような、そういうような景色でございます。まあ、そこは嵐山ということですから、まあ、京都の、嵐山から、捉えた地名でございまして、まあ、嵐山のように、とても、美しい。ここは武蔵の、嵐山だということで、昔の、博士、学者が、付けた名前でございます。いや、やってますね。バーベキュー場が、すぐそこにあります。まあ、こんな感じで、バーベキューを、するのも、とてもいいんじゃないでしょうか。すごいいいですよね。こんな紅葉と、川があって、バーベキューなんて本当に楽しそうだと思います。今回の動画は、ここら辺で終わりにいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。